本線は明日1月13日の大阪入港をもちまして営業公開を終了し、サンフラワークレナイに助けを託します。平成9年11月25日三菱重工下関造船所にて竣工して以来、関西汽船からフェリーサンフラワーに至るまで信頼の船旅を続けてこられたのも、ご乗船いただいた皆様のご愛顧と今まで運航に携わってきた諸先輩方の努力の賜物と感謝いたします。どうぞこれからもフェリーサンフラワーのにご乗船いただき、愛にあふれる船旅を楽しんでください。それでは大阪南港到着までの間、船内でごゆっくりお過ごしください。ありがとうございました。